俺様はガキ大将。男の中の男、ジェイアン様だ。でもこのジェイアンはただのジェイアンじゃないんだ。ハゲジェイアンなんだ。わーい、すごいや。こんなジェイアンが見られるのはここだけですね。別名、フランシスコ・ジェイだよ。おいおいお前ら、きっとこのジェイアンは母ちゃんの重圧がストレスになってこうなっちまったんだぜ。ブク主の変なメイキングのせいだよ。そうですよね。ジェイアン、そんなにストレス抱えているなんて思わなくてごめんなさいね。そんなに母ちゃんにプレッシャーを与えられてたとは。こいつら話全く聞いてねえ。とにかく今回も謎解きアスレチックを攻略していくぜ。はい、頑張りましょう。もうちょっとソフトに始まれないの。さあ今回攻略していくステージは西洋の城を思わせるステージです。扉に鍵がかかっているわね。この鍵をなんとかしねえとこの先には進めないぜ。俺様は何でも壊す男だ。確かにお腹よく壊してますもんね。そっちの壊すじゃねえ。行け、ゴリラ、岩でぶったたくだ。違うよ、化け物だよ。ゴリラの化け物。この石でなら壊せそうだね。おやー、お見事です。これで先に進めるわね。前回のステージは比較的シンプルなステージだったけど、今回のステージは最初から一筋縄じゃいかねえ感じだぜ。先に進んだのはいいけどまた扉だよ。なんかこの木の柱、のび太をぶったたくのに使えそうだぜ。病院送りなんだぜ。こんな大きな木の柱、一体何に使うんでしょうか。ジェイアンドリームハウスでも建築するんじゃない。なんだそれ。壁は防音になってて薄暗くて液晶モニターとマイクがある家よ。カラオケボックスじゃねえか。俺様の超人的ジャンプでも届かねえ。あ、この柱を利用するんじゃないかな。向こう側にこの柱を置いて、橋代わりにするんですかね。ダメだ、柱が重たくて向こう側に置けねえ。あ、だったら、この柱を地面に立てて、棒高跳びみたいにして渡るのはどうだ。こんな鉄格子、ひん曲げてやる。うそー。ひん曲げたわ。とやー。なんて力。これもありっちゃありなんだろうな。たまにはジェイアンのバカ力も役に立つんだね。今度は投石機よ。これを使って何かを壊すんでしょうか。あ、レンガのブロック壁があったからきっとあれを壊すんだぜ。投石機の使い方なら俺に任せな。そうね、あんた毎回登場するたびに石投げてるものね。誰と間違えてんだ。石はたくさんあるからどんどん投げてもいいよ。石がなくなったらウプ主さんもいますんで、それはやめてください。さあこれで準備はバッチリだ。あとはレバーを倒して石をぶっ飛ばす。名人、お願いします。こりゃ不良品だな。さすが名人、自ら飛んでいくとは、お前らが乗せたんだろうが。足場に使えそうな荷車を発見したよ。これを使って上に登っていけそうですね。それにしてもあんた荷車の操作下手くそね。しょうがねえだろ。こんな重たい荷車を引いたのなんて5年ぶりなんだからよ。5年前に一体何があったんだ。門はこっちからじゃ開かなかったからこうやって行くしかないのよね。ジェイアンなら門くらいぶち抜けると思うんですけどね。俺今骨折中で。病院行け。さあここから下に降りよう。これで門を開ければ、何かあってもすぐにこっち側に来れるな。ジェイアンはとっても親切だから、後から来る人のために開けてあげるのね。自分のためだぜ。さっきの場所から荷車を持ってきました。ここから険しい道が続きそうだぜ。流れが急な川が近くにあるから要注意よ。このランタンに捕まって先に進むんですね。あれ、これ大丈夫なんじゃない？やっぱり水に落ちたらアウトなんだな。おお、今度はうまくいったわね。おお、お見事。この調子でどんどん渡っていこう。ジェイアンって結構運動神経いいのね。へ、当たり前だろ。俺様運動神経抜群だから女子にモテモテなんだ。こいつ何を言ってるのかしら。全く何を言っているのかわかりませんね。お前らひでえな。これで最後だ。ジェイアンミラクルウルトラジャーンプ。このステージは本当にアスレチック要素の強いステージだぜ。この鉄の棒、何に使うか俺様もう分かっちまったぜ。さすがテストで0点を取ったことがある頭脳。じゃあ言わないでー。なるほど、先端を引っ掛けて向こう側に渡るんだな。いけー。今度は大きく反動をつけてね。ランタンよりもこっちの方が難しいな。よっしゃー、どうだ、見たか。今度はハムスターが走るやつみたいなのを使うみたいよ。
お、左側の石が持ち上がっていきますね。この滑車でいい感じに石を持ち上げて壁を登るんじゃねえか。よし、これで登れるようになったかな。体力と頭をフルで使うから大変ね。でも体力ならジャイアンは底なしですから大丈夫ですよ。さすが野生児。ここからさらに塔を目指して登っていくぜ。いやぁ、また長い道のりになりそうね。もう俺様ヘトヘトだ。まあまあ、そんな弱音を吐かずにもう少し頑張りましょう。ああ、綾の言う通りなんだぜ。きっとゴール地点にはバナナが山のようにあるわよ。ゴリラじゃねえジャイアン様だ。この門を開ければようやく先に進めるよ。さっきのところからは先に進んでいるように見えて、実はこの門を開けるのが目的だったんだな。まったく回りくどいわね。お、またあの棒を使って渡っていくみたいだよ。なんかでっかい風車があるぜ。風車が言っています。この先に人生のゴールがあると。あの世じゃねえか。今度は一発で渡り切ってやるぜ。そう彼は言ってその後落ちたのか。お前らにジャイアンミラクルジャンプを見せてやるぜ。ちくしょう。いやー、先ほどは見事なフラグでしたね。なんとか風車の近くまで来れてよかったよ。とりあえず風車の近くに行ってみましょう。これに捕まれそうだな。捕まったのはいいが、これでどこに行けばいいんだ。まだ行ったことがないところに飛んでみたらどうでしょう。あ、向こう側じゃない。あの場所は確かにまだ行ってないわね。ってことで戻ってまいりました。今だ。あっぶねー。なんか変な穴を見つけたよ。めっちゃ深い洞窟じゃない？しかも結構な広さだぜ。なんかこの石柱、倒せそうだな。もしかしたらここにゴールに繋がる道があるのかもしれない。一通り散策してみましょう。この先に頑張れば進めそうだぜ。よっと。あ、足場が倒れちゃったよ。もしかしたらさっきジャイアンが言ってた石柱だったんじゃないでしょうか。そうね、ジャイアンの体重で石柱がぶっ倒れたんだわ。今日も最後まで見てくれてありがとな。みんな、用意はいいか。それじゃあ今日も闇闇じゃんけん張り切っていくぜ。最初は、グー、じゃんけん、ポン、あっち向いてー。ほい。どんどんステージの難易度が上がっていってるぜ。それじゃあまた次回も勝負しような。